集まっていただいてすみません、皆さん。いいけど別に。てかもう慣れたし。なんかもうこの5人すっかり一面って感じですもんね。いつものメンツ、通称吐きだめ。ユニちゃんズという名に恥じぬ活動をしていると思うよ。実に誇り高い。それで、その…実は大変なことが起きてまして。ギルド名が勝手に変えられてるとか、ギルド名からセンスが奪われてるとか。耐える、耐えるんだ僕。いつだって先駆者というものは存在に扱われるもの。そのさっき特別講座の後に先生がおっしゃっていた植物なんですけど。はい、実はその大変申し上げにくいのですが、それ私が持ってきたマンドラゴラかもしれないんです。うん、なるほど。特進が言った、学内の池の水が干上がっていたというのはそのマンドラゴラの仕業のようだね。ああ、そういえばチエルも友達からなんか変なのが歩いてるとかって聞いたかもです。エルフの森のマンドラゴラか。いや、葵くんの証言から類推するに、そいつはきっと王毒マンドラゴラと呼ばれる亜種だろう。一般的なマンドラゴラと誤認して持ち込んでしまったのだね。まあ仕方あるまいよ。エルフの森においてさえ大変な希少種らしいからな。ユニさんすごいです。エルフの森の植物なんてなかなか知ってる人いないのに。こんなものは基礎知識、常識的範疇だよ。いやいや、はっはっは。得意げですね、ユニ先輩。もっと褒めろって顔してますよ、これ。王毒マンドラゴラ。あーと、ちょい考え事ってか思い出し中。でももう大丈夫。よし、そいつ捕まえよう。は？いただけるんですか？てか今日うちら呼んだのそういうことっしょ。いいよ、捕まえるよ全然。クロエさん、私嬉しいです。どうしちゃったんですかクロエ先輩。いつもならめどいめんどいめんどいんとか言ってるところでしょ。何その三段活用、そんなこと言わんし。もしや具合でも悪かったのかね。それは悪いことをしてしまった。うちが前向き発言するとここまで言われんだ。わりかし心外。それでクロエ先輩はいきなり何を思い出したんです？まあいくは言っても、いや前にうちが働いてたじゃなくて行った変な店でちょっと聞いたことあるんだけど、王毒マンドラゴラ裏市場でのその流通価格は。皆さんこそこそと何を。葵くん安心したまえ。え、チェルっと解決してあげちゃう。任せなよ。マンドラゴラはうちらが絶対に捕まえてみせる。仲良し部の名にかけて。皆さん、私なんかのためにありがとうございます。私も BB 団として精一杯頑張りますね。で、校舎の中探し尽くしちゃったわけですけど、流れで外に出てきちゃったわけですけど、ユニ先輩なんかもっと豆知識ないんですか？僕の知識を豆サイズにしないでもらえるかな、チエル君。
うん、そうだな。黄毒マンドラゴラは空気中の魔力を栄養源とするのだが、成長しきった個体は目のみならず身や花にまで毒を持つらしい。しかりだが、その毒こそが様々な分野において重宝されるのだよ。苦味こそが良薬の条件とはよく言ったものさ。てかそいつ、エルフの森以外だと成長速度鬼らしいじゃん。なんか早いとこ見つけないと面倒いことになりそう。生意気に虫とか魚みたく隠れるって知恵があるらしいし。ん？それは書物には載っていなかったな。興味深い。エルフの間に伝わる口伝かね。他にもなんか聞いたことあるような気がすんだけど、なんだっけな。適当にバイトすんじゃなかったな。クロエ先輩、この学校バイト禁止ですよ。まあ聞かなかったふりしますけど、チエルは空気の読める愛され系女子ですから。しかし植物だてらに身を隠す習性まであるとはな。そうなると創作活動も難航しそうだ。何か打開策はないものか。うん、突然後輩がメルヘンなことを言い出したね。汚れを知らぬ幼子アピールだろうか。致し方なし。ほら、僕の胸に飛び込んでくるといい。撫でてあげよう。そうだ、その手がありましたね。なる、それな。そうか、そういえば森を守るエルフは。はい、何何何です、みんなして。チエルのけものにするなんていい度胸じゃないですか。泣きますよ。乙女の涙に勝てると思わないことですね。私、植物や動物とお話できるんです。え、マジ？はい、待っててください。今聞いてきますね。セントテレサ女学院にこんなところが。何この雰囲気。ほとんど廃屋、通称ダンジョン。葵ちゃん、逃げたマンドラゴラ本当にこんなとこいるの？はい、校舎裏にいたお花さんがこの旧校舎に入っていくのを見たって。つってもな、この広い中漠然と探すのはだるすぎ。ユニ先輩、旧校舎の主じゃん。なんかここ関係のお役立ちトピックとかないっすか？いや、確かに僕の居城たる象牙の塔は旧校舎側にあるがね、他の塔にはあいにくほとんど立ち入ったことがないのだよ。ああ、ユニ先輩基本引きこもりですもんね。青春したいとか言ってて積極的に外へ出るわけでもないし、肝心な時に使えなくても仕方ないですよ。どんまい。知恵る、言葉の刃が鋭すぎんよ。ユニ先輩、目から光が消えちゃったじゃん。いや待て、僕の情報量を見くびってもらっては困る。メモ魔の僕はこれまで教員たちが口にした些細なつれづれもいちいち記録している。何か手がかりがあるやもしれぬ。しばし待つのだ。皆さん聞こえましたか？いや何も聞こえないけど。何、葵ちゃん肝試ししたくなっちゃった？いいよ、やろっか肝試し。チエロは可愛すぎちゃってお化け役とか無理だけど、クロエ先輩だったら真顔で暗がり立たせとくだけで。いえ、そのこの扉の奥から声が。あの先は大講堂って書いてありますね。旧校舎の大講堂だと。はて、学院のマザーたちから聞いたことがあるが、その区画は老朽化が甚だしく長らく封鎖されているはずだ。にもかかわらず声がした。
ということは大当たりってやつ。こいつはチェルってきましたね。喜べ諸君、目標発見だですね。でもですよ先輩。どうすんのこれ。なんでこんなに大きくなってるんですか。黒い影、それを追うは妖艶な才女率いる正義の